Alright, mic on. Today, two episode. I'm a little bit sick. Yeah, I don't think I'm sick. Alright, let's go. The snow episode. I love snow. Never touched snow actually before, but I love it. No, don't help them. Okay. Oh, is this a new opening? I meant by help them, like, you know, one of them gonna die. So y'all, I'm gonna watch the opening. And you're all gonna see my opinion about it. Can't upload this, I'm sorry. See you all in a second. Woo! Yeah, I think I know the singer. His opening, he did do a lot of opening actually before. It's actually amazing. Alright, let's go. It remind me of the movie. I don't know which one, but it was Sino. Okay. I don't know why I felt like he's gonna fall from the cliff. Okay. Oh. It doesn't look like a 54. He looks older. No. Wait, really? Hunting? Sports hunting? So, hunting? まあね、そういうことになるんだが。かわいそう。お嬢ちゃん、君の名前は？あゆみ。あゆみちゃん、君もお肉を食べるだろう？うん。人ってのはたくさんの命の上に成り立っているんだ。おじさんたちも動物さんに感謝して。 たくさんの命の上に成り立っているんだ。おじさんたちも動物さんに感謝してハンティングしているんだよ。そろそろ出発しようか。本当にありがとうございました。それじゃあまた。 到着しましたね。さあ、ゲレンデが待っておるぞ。はい。
それで俺たちは何をすればいいんだ。とりあえず待機だってよ。まったく面倒なことに巻き込まれるのはごめんだぜ。何言ってんだよ。俺たちはとっくの昔から面倒に巻き込まれてんだよ。まさに気がつきゃずっぽしってやつだな。ってやつだな。いつでも動けるようにしとけとも言ってたぜ。ああそうかい。どこ行くんだよ。コーヒー。お前も飲む。I really want coffee。熱いのを頼むぜ。Oh, that's key too. I won't die. さあ、行きましょう。This hunting close to the ski.Oh wait, I did ski before, what the fuck? Okay, I forgot. Wait, after eating? Yokoyama-san.折り入ってお話があるのですが。折り入ってこんなところでですか。分かってるんでしょう。牛で開発した新薬の話です。その話は今はやめませんか。うちの薬なんとかお宅の病院で正式に採用してはいただけないでしょうか。石橋さん、あの薬にはたくさんの時間と金をつぎ込んでいるんですよ。取り返しのつかないくらいの時間と金をね。今日こそ首を縦に振ってくださいませんか。でないと私の会社が潰れてしまうってことはご存知なんですよね。分かってますよ。でも石橋さん、あなたは大切なことを私に隠してますよね。え？とぼけないでください。薬の副作用についてです。僕らは人の命を預かる仕事をしているはず。あの新薬の副作用から目をそらすわけにはいかないのはあなたにもわかるはずです。それじゃあ、ええ、残念ですがあの新薬をうちの病院で採用するわけにはいきません。ふん、そうかい。 Come on, you don't need to shoot him for that.人ってのはたくさんの犠牲の上に成り立っているって言ってましたね。知ってますか。あなたさえいなくなってくれれば新薬は採用されることになってるんです。ここで私を撃つつもりですか。まさか。射撃の腕はあんたの方が数段上だ。だから銃には細工をさせてもらったよ。あんたにはここで犠牲になってもらうよ。Oh, I was confused. What the hell? Conan, do something. Oh, he really actually stabbed him. Oh no. People are watching, dummy. He didn't see you now. Okay.
Maybe it's so far away. Yumi. Just say it. Oh, she did. Ooh, I like this. We start immediately with oh no. Like he's gonna say yes. He will lie. What is Agasa? Ah,
すぐ迎えが来るから一緒に行こうか。みんな逃げろ。おい君たち、困った子供たちだな。OK です。本気で逃げられると思ってるのか。どこまで行くんですか。斜面を滑り降りる。Let's get that guy, sir. スキーの装備を何一つつけてないんだ。滑り降りれば逃げ切れるはずだ。なるほど、さすがコナン君。急げ、もうそこまで来てる。すぐに警察に突き出してやっからな。おっさん。あのガキ。おい元太、あゆみちゃんと光彦は。あそこだ。急がないと。早くしないと。光彦君、スピード大好きだよ。いや、そんなこと言われても。For a second, I thought Conan VA for another character in the show. Oh no. Too much speed. でもどうすんだ、こんな急な坂じゃ歩いてコースに戻れんのかな。やっぱ県外か。行こう。行くってどこへですか。まずは道を探す。携帯の電波が通じる場所に出たらすぐに博士を呼び出せばいい。通じなかったら大丈夫、道に出れば必ず誰かいる。そしたら警察を呼んで事情を話そうぜ。But they shouldn't actually go all the way down and all of that. Go the opposite way to Agasa. Kodomo no karada ga konna ni fujiyu ni kanjita no wa itsu buri da. Minna doko made ikeru ka wakannai. Ikoku mo hayaku michi ni de ne to. Sate to.そろそろわしもゲレンデに戻るとするかの。つながらんか。ま、初心者コースに行けばおるじゃろ。みんな大丈夫か。こんなのへっちゃらだって。あゆみもまだ歩けるよ。ごめんなさい、みなさん。光彦。僕がコースを飛び出しさえしなければこんなことには。だから言ってんだろ、こんなのへっちゃらだって。歩みもまだまだ歩けるから。皆さん、光彦、悪いのはお前じゃなくあの犯人だ。だから気にすんなって。Yeah, he did give him a panic action.Wait a minute. Yeah, those two. Why are those two in such a place? Oh no. Hey, 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 hey,みんな戻れ。何言ってんだよ。いいから急げ。一体何がどうしたんですか。そうよ、せっかく大人の人がいてくれたのに。あいつら多分石橋の仲間だ。さっき石橋が電話で誰かを呼び寄せてたろ。近くに仲間がいるってことだ。それにこんな何もないところであいつら一体何をしてると思う。それは僕たちを探してるんだ。そういうこと。だから急ぐぞ。捕まったらやばい。まあ、察しのいいガキどもだぜ。所詮ガキの足だ。すぐに追いつくぜ。Well, not. They're not actually. They put you all in jail. Okay. このままじゃ逃げ切れねえ。どうする？
麻酔針は一発だけ。キック力増強シューズは履いてない。二人同時に倒すには、みんな手伝ってくれ。ソリに雪を詰めるだけ乗っけてくれ。急いで。Oh, you gotta care. That was accurate. Yeah, 狙い通りさ。やだ、さすがコナン君。急ぐぞ。どう？さてどう？あ、あれは？Ooh. A broken one. Well, better than outside. やってくれるぜ。ほら、さっさと行くぞ。はい。待っていろよ、小僧。This is a filler, right? Okay, well, it's not bad. No, no. So, see you all in the next episode. Woo! Alright. Oh, sorry, I didn't speak a lot in the first episode. Sick. I think I'm getting sick. I think. Ah, oh no. Yeah, it's fine. That shit is scary at night. Konai みたいですね。まったく揃いも揃って一体どこに行ったのやら。もう一度放送してみますか。お願いします。もし後でここに来るようなことがあったら。Wait, what about the two? すぐ連絡を差し上げますので、ご安心ください。Otto, yeah, who's they spoke to? Told them that the murder. ガキだぜ。足跡にまでは気が回らなかったようだな。あの社長、本当にあのガキどもをやるつもりですか。今さら引き返せるか。He did kill one。第一もう一人やっちまったんだからな。全員やるんですか。Wait, they only all。横山と一緒に雪の下に埋めとけば、春先まで誰にもバレねえだろう。Still, those other two gonna Yuki got soup Marmani with Kaneto. Asia to the kid. Wait, how? Matano Kuzono Shiwazaka. Skewed in the cold. Angasa.ポチッとな。まさかと思うが、またトラブルに巻き込まれたんじゃなかろうな。寒いね、ちょっとだけ。うん、
けどよ、外にいるよりは全然マシだろ。ですが、いつまでここにいればいいんでしょう。スノボで足跡を消しながら来たからしばらくは大丈夫だと思うけど、いつあいつらに追いつかれるかわからない。かといって迂闊にここを出れば遭難する可能性もある。これから天候も崩れそうだし、どうするのがいいか判断は難しいな。どうする？俺一人でもう一つの小屋へ移動する？ No。 それともたく、せめてスマホが通じてくれりゃいいんだけど。あ、Oh, there is。 繋がった。頼む、博士。 You don't see that a lot。聞いてくれ。今俺たちは追われてる。あの石橋ってやつとその仲間にだ。なんじゃって？私たち追いかけられてるの。すぐに助けに来てください。博士頼むよ。バリ黙って。追われてる理由は、あゆみちゃんがリフトに乗っている時に石橋が人を殺害する瞬間を見ちまったからなんだ。今俺たちは日って一緒に立って名古屋の方にいる。健康も怪しくなった。すぐに警察と救助を呼んでくれ。もう一度行く。 Come on, like I say you can actually。 警察だ。すぐに警察と救助を小屋に呼んでくれ。石橋とその仲間が近くをうろついてるんだ。うっ、その一体なんじゃが。え、わしだ。おい、博士、博士。え、切れちまった。でも博士とお話できたんだよね。Yeah。 電波が不安定だったから、果たしてどこまで通じたのか。それじゃ助けが来ないってこともあり得る。 I think he did understand。 その可能性も否定できないな。そんな、なんか俺腹減ってきたな。 This is a strong。 吹雪が強くなってきた。Yeah? What if the whole house gets snow? 心配すんなって。そうそう、なんとかなるって。僕たちもいますからね。Unless they found you. 吹雪が強くなってきやがった。あいつら、一体どこ行きやがったんだ。移動しよう。移動ってこんな吹雪の中をか。ああ。どうしてですか。まず最初の理由として、この子が怪しいからだ。正直この吹雪を耐えられる気がしねえ。二つ目は追っ手が迫ってきていること。三つ目、もう一つの小屋に行けば固定電話があるからだ。 Yeah, there is another one next。 ああ、スキー場に来る途中の道で、あの小屋から電線と電話線が伸びているのを見たんだ。Oh。 電波を気にせず電話をかけられます。っていうことは助けを呼べるってことだな。少なくとも電気は通ってる。あの小屋にたどり着きさえすればこの寒さはしのげるはずだ。とやかく言ってる状況じゃなさそうだな。だけど何も見えないよ外。大丈夫だよ。お、That's smart actually. So they all don't get spread.外は吹雪だ。慎重に行こうぜ。はい。ホワイトアウト。ダメだ。何も見えねえよ。真っ白です。コナン君。
一歩慎重に進むんだ。いいな。もう一つの小屋はあっちだ。おお、オッケー。このメガネがなかったらやばかったな。お。Okay, that's. Even his glasses now. から聞いたんだろ。不思議でもなんでもねえよ。生意気な小僧だな。すぐそっち行くからな。首洗って待ってろよ。お前だけじゃないぞ。仲間全員の首へし折って並べて雪に埋めてやる。絶対にな。多少知恵が回るからってお前は所詮ガキなんだよ。お前にできることなんてたかが知れてる。You don't know。犠牲になる側なんだ。俺と違ってな。The fuck? お前はガキだ。何にもできねえ弱き子供なんだよ。おう。The ready cut。電話切れてますよ。ガキ、どこまで人をこけにするや気が済むんだ。くそ、せっかく通じると思ったのに電池切れかよ。みんなを探さねえと。まずはメガネを見つけるんだ。落ちてきた方向、飛ばされた距離を計算しろ。メガネはあっちだ。みんな聞こえるか？そこを動くな。必ず俺が迎えに行くから。足が痛めちまったのか。待ってろよ。This sucks. The head. この辺りだ。どこだ？どこにあるんだ？ Okay. Okay. 早く死ねえと。みんながここ一番。よし。急がねえと。Oh. おいおい、ちょっと待ってくれ。なんだよこんな時に。頼む、一瞬でいい。だから戻ってこい。頼む。I think if they stayed in the cabin it would be better. I think. It's gonna break a little bit, but not all of it.
David, why am I... This is actually being sad. Okay, this thing fell and cuts all the rope. Is no worry, Conan will find. I believe. Good thing Conan actually an adult. Hey, why you went to sleep? I love the OC. Oh, okay, I mean, it's glass. Don't tell me he's gonna go straight to the guy. The other guys, I mean. Alright, I have a bad feeling. They're actually inside here. Whoa. Oh wait, those are not oh, yes, don't worry, just snow fall on him. Okay, that's a huge snow actually. Great, now is he gonna kidnap them? I don't think he can actually dig himself out unless... Because snow actually is so hard. Okay. どうなった。もう寝てないとダメだよ。って言われてもな。安心しろって。全部博士がうまくやってくれたんだってや。お主の電話を受けてからそれはもう大変だったよ。警察に電話をかけてレスキュー隊と合流してあの小屋へ駆けつけたんじゃよ。 証言通りの場所で被害者が見つかったんでな。石
橋とその仲間もすぐに攻撃手配することができたそうだ。ああ。それで？安心せ。三人ともとっくに捕まっとるわい。吹雪の山の中で遭難した。Oh, that was not them. Okay. そのまま自首したそうじゃ。コナン君寝ちゃった。He hit the good part.Oh, is there anything in the end? Let's see. Oh, there is. Okay, see you in a second. Woo! Wait, why? I already skipped. の2人は石橋の会社の部下だったらしいけど、原型目当てにベラベラ喋ってるってさ。全く人を助けるはずの薬で人を殺めることになるとは。おいおい、またかよ。どうする、博士。本来なら面倒はごめんなんじゃが、やってやるか。Whoa! The hell? Okay, there is no preview. Yeah, it's fine. It's chill episode actually. Cause I think it's filler. Oh, I think that's why maybe I didn't say or talk a lot, so I'm really sorry for that. Not like the episode before. But it's fine. Hope you all enjoy Conan reaction.Because I don't know, is it really enjoyable to watch Conan reaction? For me, it is. I love this show so much. Sometimes episodes like this, really, there is not a lot to say. So I'm sorry for that. Thank you all for watching and see you all next time.